すごい流れでやめたけどね、動画。まあもう30分なんですよ。まあでも俺は30分その続いてないからさ。ああ、今トイレ行けよかった。別にトイレ行くってわけじゃなくてもさ、一回集中、違う行動してみるっていうのをしたかったんだけど。別にいいか。ああ、でも喋ることないけど動画を取り上げちゃったな。で、漫画好きやなんてことだけ言うわ。俺が好きな、まあでも20世紀少年面白かったけどさ、首痛くなるから読めないんだよ、俺。漫画。漫画嫌いな理由、首痛くなるから読めない。7つの大罪も紙だと、光の加減が悪いんだよ。だから、もうなんだろうな。難しいよね。床を全部さ、ライトにしなきゃいけないの。いやもう、あれだよ。黒土まゆり。まゆりの研究室みたいなね。千年血清編での研究室みたいな部屋に住まなきゃ俺無理なの。寝てる状態でも光が下から来るみたいな。そうしたら寝てる状態でも本読めるじゃん。もう寝ながら読みたいの。本読むと首が痛いから、じゃあ今度は持ち上げればいいじゃんって言うと腕が痛いのよ。だから同じ高さくらいで読めばいいんだろうね。じゃあ今度それやるわ。なんか本をさ、置く機械じゃなくてさ、まあ、機械っていうかまあ設備あるじゃん、本をさ。いや、それで自分の目線と合わせて漫画を読めればいいんだけど、いちいちそれやるのめんどくさくないっていうのをスマホがもう解決してんのよ。だ今度も俺はあれ買っちゃおうかな、アマゾン。ね、お小遣いためてさ。めちゃ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 ちゃめちゃちゃめ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 めちゃ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 めめちゃ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 。ああ、ほんと喋んねえよ。終わるか。終わりだ、こんちくしょう。